皆さんこんにちは、チェです。高橋です。日高さん、チェようこそ。ようこそいらっしゃいました。今日はですね、最近ニュースでちょっと気になった生理の話をしようかなと思います。これ僕いていいんですか？もちろんあなたがいて成り立つ話ですから。あ、そうですか。はい、この間某百貨店の店員さんの、はい、まあ、女性の方ですよね。生理があるから、はい、生理がある時にその私生理代用バッジ的なのをつけて、うん、今絶賛生理中であるっていうことをお客さんとか仲間の中でも知ってもらって、生理期間中に起こりうるいろんな体の不具合っていうのを理解し合おうみたいなので作られたものらしいんだけど、うん、トイレ行ったりとかいろいろ業務中にはあるけども、うん、協力し合おうね、理解し合おうねっていうバッジですよね。うん、そうですね、はい。それについてまずどう思いますか？そのまあニュースを見た時に一番最初思ったのは、いや、それお客さんであるその周りの人たちに知らせることって必要なのっていうふうに思ったのが、まあ、一番最初。うん、だけどそれをつけるお店側の真意というものを聞いた時に、ああなるほどなっていうのは感じたかな。うん、スタッフ同士は分かるんだけどさ、あれお客さんに知らせる必要ある？あれなんじゃない、クレームとかであったんじゃない？なんかふてぶてしい感じの態度をする人はたまにいるなっていうのは前から感じてて、まあ、なんかこの同僚とかそのスタッフ同士で何かあったんかなとかっていうのは思うのはあった。でもピンとこうなんていうの、生理だなっていうのはやっぱ男性である自分からは感じなかったから、それがあったらね、真意を知った、しかもそういう状態だ、しかもそれを見たってな、3点揃った時に、あ、今日も大変なのね、ご苦労様っていう気持ち、感情的にはなれるっていう。でも真意を分からなかったらこれ何ですかっていうね、いう感じになるし、知らされてもっていう感じだし、え、ちょっと待って、知恵的にはない、どこがこうご不満なんですか？いや、不満じゃない、不満じゃないよ、不満じゃないんだけど、不満じゃないのね、うん、なんかすごい手放しで喜ぶような、喜ぶっていうか、もうすごいすごいいい制度だねっていうふうには思わなかったんだよね。うんうん、やっぱりそこにはお客さんはお客さん、仕事は仕事っていうのがあるからかもしれない。うん、そこも変えていこうってことだよね。いや、もう人間だものっていうことでしょ。そう、人間だもの、みんなそれはあるもの。だから女性とか男性とか関係なく、それは理解し合おうよ。お客さんとか店員とかっていうわけ隔てなく、うんうん、みんなで理解し合って支えていこうよっていうふうに思ったことなんじゃないかな。そういうことだよね。ワンチームみたいな感じだね。そう、日本ワンチーム。なるほど。そんな感じね。まあ、どういうお店が入ってるか分かんないけど、お店によってはそれがあるからこそその方に聞きやすいっていうのはあるかもしれないよね。うん、そのバッジがあるからこそ、分かんないよ、これからはもうなんか子供、私います、いませんみたいなバッジも出てくるかもしれんよ。うわ、そしたらもうね、子供、いやいや、ありえると思うよ。子供いる方がやっぱ聞きやすいとか、逆に子供がいない方がこれは聞きやすい。どこまでさらけ出さなきゃいけないのっていう感じはするけど、個人情報、うん、個人情報っていうか、なんかさ、そのいるいないっていう単純なことだけじゃない場合もあるじゃん。なんかすごいグレーゾーンの方が多いっていうか、わかる？あの、欲しくてもできなかったりとか、ね、亡くなってしまったりとか、わかんないけど、あと、いらないっていう感情を持ってる人もいるし、子供が好きじゃないっていう人もいるし、なんかその全部いろいろ汲み取るとすごい大変な重みがあるバッジだなと思って。うん、それであれだよね、多分一応任意でやっていただいていますっていうことを言ってたよね。任意で、まあ、私はそういうことをその提示して、お客様が聞きやすい状態や自分がそれを身につけることによって働きやすいっていうふうに思うっていう方のみ今テスト期間内でやっているっていうところだから、うん、まあ自由だよねってなれば自由だよねになるし、うん、それぞれの考え方とか感じ方でそれはやっぱ不快に思ったりとかごちゃごちゃになっちゃうから、ちゃんとそういう目的とか真意っていうのは浸透させてった方が環境づくりは重要だよねって。だってもうそれでニュースでやってるだけでね、夫婦だけでさ、この考え方や価値観が違うがゆえにね、いやいやいやみたいな感じがやっぱ出てくるわけじゃん、うん、
ていうことを見たら、これがね全国っていう風になってったらさ、今テスト期間で一部だとしてもさ、まず生理とは、ちょっと最初から整理していこうか。あ、すごいなんか今ギャグみたいになっちゃった生理とは、とはは知ってるか。女性がだいたい毎月あるものなんだけど、その際に PMS と言って、人によって個人差はあるけど、例えば頭が痛くなったり、めまいとかがしたり、気分が悪い、ちょっと吐き気がしたりとか、イライラしたり、イライラが結構一番多いかな。鬱っぽくなったりじゃない、うん、あと食欲が増えたり逆に減ったり、あ、私どうです。あ、じゃあ本人レポートからいくね。私が感じる、はい、私の PMS またはその生理期間中またはその後、すげえ左右されんな女子ってその生理前、生理中、生理後みたいな、でも月のほぼほぼ左右されてんじゃん、わほらしまあそうね、左右される期間があるんだけど、人によって違う。そして私としては、私はまず生理前、生理前眠いね、ニキビができる、ご飯食べたくなる、ちょっと頭痛いかな、おしまいだからすごい軽い方だと思うんです私。だるくなる時もある。あ、そっか、だるくなる時もあるね、うん、それをなんか傍から見ててどうですか。今まで私と15年ぐらい一緒にいて、うん、子供を産んだ後からどう変わったとか、なんか感じてるものってある？いっぱいあるよね。まず生理の前とかでいいの？前とか途中、うん、生理前、前は私生理だわとか言われる前によく寝るなーって、朝起きてないなーって思ったら、うん、生理だろうという感じで寝てる、よく寝てる、本当にいつも以上、もうプラス 2,3 時間ぐらいの割合で寝る時っていうのは生理前とかだから起こさないようにするっていうのはあるかな。パッと起きてなんか、あ、ご飯作ろうとかっていう時もあるし、逆になんかぼーっと本当そのままずっとじーっとだるい、ぐでん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 っていう風になる周期の時もあるし、じゃあその時はなんかご飯食うかって、パン焼くかって言うし、逆に起きたい時には、あ、作ってくれる、そっちの方がいいのかなみたいな、あ、ダメだっていう風に言ってる時もあるでしょ。あとその後ぼーっとしてるようにだるいんだと思うんだけど、だるかったりとかぼーっとしてるとかってなんかやる気が起きない、だからその後はずっとこうクッションとかにこう持たれて、あ、やっぱりそっちの方向かなみたいな、生理の方向かなっていうのを感じて、生理中になってったらその症状がちょっと緩和されるみたいで、お腹空いたとかっていう、で食べる量が多くなる、例えば今まで我慢してたものが我慢できなくなって、いい意味でね、うん、と食べたいと思ったらもう食べたいみたいな。でも反面、うん、と例えばその時に家族とちょっと出かけたみたいな感じになると、そわそわする、イライラする、カリカリする、なんて言ったらいいんだろう、気が立ってるような、でも抑えてるような感じがする、いろいろと心配とか不安みたいな感じのも考えちゃう、うん、それも前からそのなる時に多いかな。テリアと、あとは特にないね。あとはもう本当に分かりやすくて、むくっと起きてでもうすっきり、うん、よく眠れたっつっておーよかったやないかって言って、うん、ともう 朝にもうすっきり目覚めた、表情とかも違うから、もうそうなった時には活動的になってるんだよね窓を開けたりとか、もうすぐご飯作ったりとか、その布団をとあのなんつの整えたりとか、そういう風に活動的になってるから、ああよかったなみたいな。あとね、コーヒーの飲む量とかスピードが、違う。終わった後は結構グイグイいくけどまあ前とか途中っていうのは本当に継ぐんだけど、ほとんど残すっていう、いうのが、あ、結構研究家だからそこのとこ任せて、だから自分でも分かんないよね。分かんないわそれは、うん、へえ、そういうのはある。あと本当ね、なんだろうね、あの感じ、あ、戦ってるのかな、部屋片付けたいんだけど散らかってるのが嫌だから、でも自分がだるいんだけど、なんかその散らかってる感じっていうのがもう嫌な感じになってしまって、もう気になったらあそこもこれもあれもこれもみたいな、でも体だるいからなんか手伝おうかって言ってもなんかね
なんつうの、自分の中でもうそわそわしてるから、うーんみたいな感じに言ってるなってるっていうのがあって、何をじゃあ俺はできるかなっていうのを観察しながら、すげえ情緒不安定じゃん。なことないよ。そう。全然あのこれは情緒不安定のうちには入んないよね。あっていう俺のなんつうの解釈はある。まあでもこのようにパートナーの生理中とか生理前とかの状況を理解してくれる人ってレアだと思うの。そうなの？レアだと思うの。なんかこの間もなんかツイッターに書いてたけど、奥さんだかが生理中だからなんとかしてあげようとか、そろそろ生理だからどうしようみたいなツイッターに対して、一部の男性はそこまでパートナーの生理について知ってるとか気持ち悪いみたいな、気持ち悪いっていうか、なんだろう、どういう意味の気持ち悪いなのか分かんないんだけど、ちょっと嫌悪感を示すようなツイッターがあって、それでなんか賛否両論みたいなことが巻き起こっていて、そういう感じの人もいるんだなって思ったと同時に、そう、ターは私のことをすごい理解してくれて、そうやって対応してくれるから恵まれてるなっていうふうに思ったんだけど、ありがとう。そう、男性がやっぱり生理を理解するっていうことの文化っていうのはまだ止まりがちなんだなって思った。まあ、男性もそうなんだけど、意外とね、それをその時代を生きてきた女性もね、その生理アピールするのはどうなんだって言ってるっていう、私我慢してやってきたんだけどみたいな、ね、そういうのあんたたちも我慢してやりなさいよ、何言っちゃってんの甘えてんじゃないわよみたいな、私の時代は的な、ちょっと子育てに似てる感じはするよね、私はこのやり方でこうやってきたんだからみたいな、あんたたちは恵まれてるわよじゃないけど、たまにそういう感じの人いるじゃん、悲観的だよね、それにねちょっと似てるなと思った。いや頑張ってきたのは確かに、頑張ってきた確かに、あのそれはもうあなたは素晴らしいですよって話ですよ。でもあなたから見た私たち、まあ若い世代と言ったらいいんですかね、だって未熟かもしれないけど、その中での最善の答えとして今考えて出しているわけじゃないですか。そういう社会の中で生き抜いているわけじゃないですか。ただ違うってだけなの。そこはちょっとあの話すとどんどんあのいろんなこう話が出てきちゃうからやめとくけどそう、そので今回 の, その生理の話がそのどっかに着地するっていうわけではないんですよ。これをね私が今日話したいなと思ったのも、いやでも、うん、ちょっと言わせてやっぱりでも立場は違うかもしれんけど、みんな同じでしょって、男性とか女性とかっていう立場は違うよ。だから体の作りもホルモンの出方も違うよ。だから症状も違うよ、でも人間としてのさ尊厳とかさ、人間としての価値っていうのは同じなわけじゃん。そこをさ理解するようには努めようよって思うんだよね。あ、そう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 、もちろんそうです。そこはさ、あれなんかみんな本当に思ってることをただ俺なんかあの熱く言っちゃったそうそうそう、あのだからたかしもう分かってるって大丈夫だってみたいなだから生理ちゃんバッチなくそうとかそういう話じゃなくて、こう話をしてやっぱお互い理解して人間として理解していくことが大事だよねっていう話をするっていうことだから。あ、そうだよね。そう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 、ほとんどね、いろんなもの、世界を取り巻くいろんなものってグレーな話だと思うんだよね。こう着地点がそんなにないみたいな、でもそれをやっぱり話することとかっていうことで、あと他の人はどう思ってるのかっていう意見を聞くことで、ちょっとね自分が思ってた、言ったらちょっと曲がった意見とか、なんか新しい知識を入れることで、あ、そうだったのかって思って思い直してみたりとか、そうするとこうね、人に対しての接し方が次回からちょっと変わって、で職場環境が良くなったり、ちょっと優しくなれたりとかするから、そう、この出口のない話をするっていうのは大事じゃない。私出口ない話好きだから。俺ね、出口をね塞ぎたいんだよ結論をちゃんとこうパッてしたい出口ない話いいんだよ。出口がなくてもいいの？そう、頭が活性化されるらしいよ。今はさ、すぐこう、答えを探すとさ、ちょっと Google 先生に聞けば出る時代じゃない、で会話も短くなってきてるから脳みそあんま使わないらしいんだけど、でもこういう、そう、出口が見えない。
またそんな殺人の話じゃないんだけど言いましたか。そうだね、そうだね、そうだからこの今話してる生理の話も、うん、こういうことがあるんだなっていうのを理解するって大事だなと思った、うん、まあ、よくね男性がもし見てたらちょっと考えてみてほしいんですけど、うん、その生理って、まあ、ホルモンのバランスが崩れるって、まあ、全部なんか脳からのあれでしょ出てるのってホルモン違うホルモンノルアドレナリンが出るとかさセロトニンが出るとかさなんかいろんなそのホルモンというものでいろんな感情や状態体が変化していくっていうものであって例えば皆さんイライラしたってなったらそれもホルモンが分泌されている状態だしそれがうつになってなんか悩んでいる状態っていうのも違うホルモンがその過剰に分泌してしまってそういう思考回路になってしまっているっていう状態の姿を見ているっていうことなんですよね。だから女性がそういう生理になって苦しんでいるっていうものもホルモンのバランスなので結果体の症状というか出ているその結果の症状は違うんだけどもホルモンのバランスによってみんな苦しんでるんですよ。そうやねん。だからそれ病気じゃねえからとかっていうね確かに病気じゃないですよ。なんだけどみんなホルモンのバランスが崩れてイライラしてるもう病気じゃねえからっていう風にイライラしてるあなたももうすでにホルモンのバランス崩れてる状態の、今暴言を吐いてるっていうような状態でもあるからみんな崩れてる状態なのね。だからこそその崩れてる結果がそれぞれ違うだけ怖い。だからこそ理解し合おうって男とか女とか立場は違えどみんな状況、ね、ホルモンのバランスが崩れていろんな心境とか心情とかで変わっていってなってしまっている一つの症状なものだからその症状を否定するんじゃなくて生きづらい状態にするんじゃなくて自分はそう感じたことないけど違うホルモンの出方、状態になってしまってそうなってるんだなっていうふうに思えばその人とは違うけど自分もホルモンの変化によってこういうふうに、落ちる時あるなとか悲しむ時あるなとかなんか人を苦しませるようなことを言っちゃうときあるなとかイライラしちゃうなとかっていう風に逆に言ったらまあ幸せな感じもそうですよ。それによって感情っていうのが作られていくのでまあ、ちょっと熱くなってしまいましたけどもただホルモンの違いなので男性女性関係なくね、男性の方々見ていたらまあ、辛そうだなっていう風にね他人事ではなくて、あなたももしかしたらそのいろんな出来事によってね落ちる時そして悲しむ時その時には彼女とかね嫁さんに助けてもらうっていう時は必ずありますからそれは同じですよ。生理の状況も同じ自分が悩んでる時も同じなんですよ。結果が違うだけでねそうやって出てる結果が生理かどうかっていう違いのだけなんでぜひね、まあ、女性同士でも男性女性でもあっても理解し合いながら支えていくということがこの世界では重要なんじゃないかと、思ってます。おなんかでかいこの味でいやいいと思いますよ。わかんないからね男性はないからさ生理がどう思えばいいかな。ちょっとピーがいっぱい入るから言えないか。あそこから血が出る時っていうのはやっぱり痛いの痛い痛い人と痛くない人がいる。これはやっぱりこうゆっくりこうツーッと出る場合もあればこうバーって出る場合もあればこうタラララララララっていうこう点滴みたいな感じで どういう感じで、まあ、基本その子宮のここから剥がれ落ちてきてるものだからジュワーが多いのだからゆっくり出てきてるけどでもやっぱりその腹圧とかいろんなその体勢によってこうギュッてなってたらそれを立った瞬間にこうなるからビャーって出たりとかちょっと体勢によるよね。あとやっぱりその筋肉の運動だったりするからそれに痛みを伴う人もいれば私は痛くないけどっていう人もいるし。なるほど。本当人それぞれ。それにこの伸縮であお腹痛いって言ってる感じなわけだよね。うん、私痛くないから分かんないんだ。あそうなんだ。教えてください。痛い人は、うん、本当に油汗が出る。私がさほらそうだよね、お腹痛い時に油汗出してさそうだよね倒れるぐらい痛いっていう人も多分ね生理で休んじゃうっていう人はそれだと思う。起き上がれないっていう
言うもんね、あの布団からね、痛みで気持ち悪くなるし、こう吐き気があるしみたいな感じ、そうグワングワンするんですっていうね。あと生理の量も違うからね、出てくるその血の量、うんうん、人によっては本当にあの大人用のおむつをしないといけないぐらい、うん、出血がひどいってなると、うん、体から血が出てくからさ、ただでさえ普通の生理でさえ私もねフラフラするのに、それの何倍もってなったらやっぱりね血が出てるもんだからな、あの鉄が足りないしな、そうってなるとやっぱり気持ち悪い。うわ、一人暮らしの人大変だなマジで。いや大変だよ、大変だよなあ、うん、マジ大変。それ毎日、毎日じゃない、毎月やってるの。いやそうそうよ、な。だからね、それを軽減するためにピルとかさ、そういうのはあるかもしれないけど、うん、毎月起こるその生理現象のためにいろんなことをやらなきゃいけない女性って大変だよね。ナプキン買わなきゃいけないでしょ、生理をちょっと和らげたいとか。止める、止めるのはなんだ、ピルか。私ピル飲んだことないから分かんないんだけど、軽減または止めるとかだと、あれは避妊の方かな、まあ、それにお金かかるし、それもね副作用が出ないってわけじゃないらしいから。ああそうなんだ。そうそう、副作用出るし、ね、そこから痛みに伴って仕事に支障が出たりとか気分に支障が出る。大変だ、マジで大変だ。まず女性割引をね適用した方がいい。あと女性軽減税率。あのでもね、その生理用品割みたいなのはあったら嬉しいよなと思うね、うん、避けられないもん。それじゃやっぱりその生理がちゃんと来てることで将来あの健康にね妊娠できたりとかするじゃん。そうだ、お前お国のためにそうやってお前税金をなその払える、その子供たちだって生まれるわけでさ、うん、いろんなどこに話飛躍していくっていう、うん。押し付けではないんですけども、一応毎月そうやって女性は大変な思いしてるし、すごく大変な思いして毎月生理を迎えられてる方もいらっしゃるので、ちょっとそれに伴うムードスイングとか、うん、そういうのは優しい目で見てあげていただいたら嬉しいなと思う。あれね、なんでか知らないけど本当にね、自分でコントロールできないんだよね、生理の前の気持ちの浮き沈みに関しては。うん、しょうがないじゃん。例えばその仕事の帰りに電車で嫌なことがあって、うん、とか言って言う時ってさ、うん、あっと思うけど、でもこの人も嫌なことが今日一日あったのかもしれないとかって思い直してみたりとかさ、自分の中でさ、なんだろう、心理学をさ駆使するじゃん、うん、自分の気持ちを落ち着かせるために。でも生理の時って自分が生理が近いんだってことも忘れるし、それができないんだよね、うん、だからカリカリしちゃってる女性とかが多いのかもしれない。あとすごい泣くとかね、自分も難しいっていう風に感じるし、うんうん、だからねアプリとか最近やってる人いるけど、今どういう期間ですよみたいな感じの教えてくれるアプリがあって、うんうん、ああいうのやってる人もいるけど、そう自分でね可視化しないと今どういうところにいるのかっていうのがね分かんなかったりするから、そういう症状があるんだよって頭に入れとくと、あ今そういう時期なんだなっていう目で見れるかもね。あるね、確かに。こうあれ元気だなと思ってたのにいきなりグッと下がったり、いきなりなんかイライラしてたり怒りっぽかったりとか。自分女性だけどめんどくさいなと思う。客観的に見てってこと、それとも自分のその状態がってこと。自分がそうなってるのもめんどくさいなと思うし。ああなるほどね。相手からしてもそうだろうなとは思うんだけど、だってさ女性なんかさもう2分の1でいっぱいいるんだからさ、うん、みんなタイミング違うじゃん。だからなんかそれで今ああ彼女は今ここからここから生理で、あ彼女はこっちがっていうのもなんか男性にとっては重荷だなっていうのは。そう職場でとかでね、うんうん、ただ理解があったら嬉しいなっていう話です。そうね、うん、これ以上話してもどこにも行かないから締めようか。終わり終わり。逆になんか男性だけが悩んでて女性に理解してほしい悩みとかあったら教えてほしい。男性が妊活をしてる時にかけてあげられる言葉なんか、今まではその女性が妊活してたから、その時になんか周りがそのさ気を使って言ってあげられる言葉とかがあったと思うんだけど、この男性バージョンになったら男性の受け取り方とか違うじゃん。
まあね、今日ここではその話はあれだけども、うん、まだそんなで言っといて自分で言っといて男性には男性特有の悩みとかもあるはずだなと思って、うん、女子ばっかり押すとさ、なんかさ、うん、不平等な感じがするじゃん。僕女性の味方ですもっと尊重されるべきだと思うし、女性は。そうですか。はい、もっと大切にされるべきだと思いますし、男尊女卑っていうのがまだ残ってるよなっていうのが、そこね、感覚があるから、俺は平等でいたいし、女性をもっと敬っていく社会になってほしいなっていう思いは変わらないです。はい、ありがとうございます。皆さんがこの動画を見て何か思ったことがありましたら、コメントを書いてくれると嬉しいです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。日高さんちでした。バイバーイ。バイバーイ。